はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ今回は珍しくガンプラ紹介、まあ珍しくって言ってるんだけど、もしかしたらこれタイミングによってはこれね、エントリーグレードのガンダムの方も今作っていて、まあ動画出すタイミングどっちが先になるかわかんないけど、エントリーグレードの方でも最初に同じこと言ってるんですよ。僕の動画の中ではなかなか珍しいガンプラの紹介、まあどっちが先になってるかわかんないけど、今回はエントリーグレードの真逆みたいなやつ、こちらを買いました。ドン！ RG のジオングです。袋とでっかい箱だから全然違う。エヴァの初号機だったり0号機の RG の方は紹介してきたけど、ガンプラの RG は多分今回紹介するの初めてですよね。ガンプラの RG 作るのは僕はこれぶりですね。 RG のこれ多分ストライクフリーダムだっけ、これを作って以来なんで、だいぶ久々になりますね。でちなみに僕あのエントリーグレードの動画の方でも多分似たようなこと言ってると思うけど、ガンダムは見たことないけどプラモを組み立てるっていう行為が楽しくて組み立ててるっていう、限りなくプラモ作るだけ勢なんで、正直申し訳ないけど内容に関してあんまり知らない。キラと聞いてヤマトではなくて吉影の方が頭に浮かんでくるタイプの人間ですから、このネタ伝わるかな。さすがにアニメ見たことない僕でもこのジオングに関する名台詞、足なんてものは飾りです、偉い人にはそれが分からんのですよみたいな台詞は知っています。まあその程度の知識のやつが作るってことはご了承ください。そんなわけで箱の正面にはジオングの全体と顔面のドアップで、箱の下のところにはこういう外側のパーツがついていない内部の状態だったり、各部の説明がいろいろダーッと書いてあって、逆側が腕を分離させたりできるよっていうギミックが書いてあります。ちなみにあの僕は HG のジオングを作ったことがあるんで、完成したら HG との比較なんかもできるかな。ヤスリ掛けというか合わせ目消しにめちゃくちゃ失敗してる。さあそんなわけで中身の確認、よいしょ。パーツがやっぱり多いね。袋の方が1、2、3、4、5と6、あこれ台座だ、台座で7、あとは相変わらず細かいシールというかデカール入ってんな、これも貼るの大変なんだよな。8、9、10、11、12とランナーが小さい袋もあるけど、まあ袋の数が多いね。で中には説明書、あららら、ら説明書の方もまあまあページが多いな。これ作るのどんぐらいかかんだろうな。なんやかんやで足はないからその分早かったりして。というわけで中身は以上なんで、ある程度工程進んだところまで飛んでいきましょう。はい、というわけでこの状態までできました。だいたい7割8割ぐらいのところですね。この状態からパーツをつけていって完成させるっていう、完全にオタファさんスタイル。こういうね、いっぺん内部の状態だけにしてみたかったんですよ。 RG ってさ、これ説明書のところにこんな風にね、装甲のパーツをつけていない内部の状態の写真が載っていたりはするんだけど、なんやかんやで普通に手順通り組んでいくと、まあこの姿にはならないんですよね。なので実はこれ僕もね、まだ完成を見ていないんですよ。にしてもほんとこの辺の内部構造に関してはパーツつけたら隠れちゃうのに、細かく造形されていてほんとすごいね。このでっけえスカートのこの辺なんかも機械造形がすげえ細かい。完成させたらほぼパーツは取ることないんで、じっくり見ておこう。それじゃあ内部の状態を堪能したところでパーツをつけていきましょう。まずは胴体部分、ちなみにこの辺のパーツにはもうマーキングシールを貼ってあります。まずは前面部分から、これがジオンのマークだよね、多分そうだよね、さすがにそのぐらいは知ってるわ。よしとなんか数字が 001Z、 こういうのにも何かしら意味があるんだろうな。肩のところつけたら順番的にまず下の方で、この辺また稼働紹介の時にギミックは見るけど、胸を反らせるとここのパーツが連動してグッと動いてくれるんですよ。こういう連動のギミックっていうのもいいね。だいぶ芸が細かくてここつけづら、正規の手順じゃないとなかなか入り組んでるわ。入り組みつつ取り付けて、そしたら肩の下のところにパーツをグッと。この辺も紫色だけど上下でなんか色味が違うというか、色の差のおかげでなんかだいぶメリハリがありますね。でそしたらこの胸のハッチみたいなところ、こっから内部に乗り込むのかな、どっから乗るかわかんないけど、この部分もちゃんと守っておこう。で前面ができたら裏の方、裏の方も同じように肩付け、下のところのグレーのパーツも取り付けて、で背中の方もかがませるとこうやってグッと上に連動して動く、連動させて入り組んでるところも取り付け、ほんで中間部分の色の薄いところもガッチャン、で背中の真ん中のパーツも取り付け、でそしたらちょっと腕上げてもらって、脇んところもちゃんと守っておこう、ここ大事。グッと、はい、ボディの方ができたんで、お次は肩アーマー、縁んところは濃い紫色が前後、そしてシャキーンととんがってる肩の先端のところも濃い紫、仕上げの真ん中薄紫色のコントラスト、はい、これで肩の方も完成なんで、下がって腕の方、まずはこの肩のところに装甲をつけるんだけど、装甲をつけるにはまず胴体から外して、でさらに二の腕のパーツの方を外して、うまいことキャッチできたな。で独立した肩の下のところからパーツをつける、これの影響で一回バラさないといけない。でさらに上からパーツをかぶせる、
よいしょ。はい、肩ができたんで戻す。逆の方も胴体から外して二の腕から外して肩のパーツを取り付ける。さあ、そして二の腕に細かいながらもしっかり守ってくれるであろう濃いグリーンのパーツを装着。さあ、そしたらウィーンと腕の方は一旦手首外して、これ一つで全方位囲んでくれる腕の装甲を装着。そして4面に濃いチーズのような色の黄色い装甲を装着。黄色い部分も色のコントラストがよく出てる。そしたら手首の方も抜かりなく守ってあげよう。そして元に戻す前に手首のね、この手の甲の方も装甲をつけてガッしり守っておきましょう。これで手をあるべき場所に戻す。さあ、ここまで来たらそろそろ完成。この中身すっけすけのスカートの方をちゃんと覆ってあげましょう。まずは腰の前面部分にこの黒いパーツをガッチャンと。黒いから引き締まるね。そして腰の両サイドの方もしっかりと保護してあげよう。お腰が引き締まったんで前面部分、下のところが明るめのグレーで、上の部分のグレーがちょっと濃くなっているコントラスト。これ本来はパーツつけてからこの腰の部分に接続って感じだから、腰に接続した状態での装着はなかなか難しい。そしたらサイドの部分、上のパーツは金色のシールが光ってて綺麗。マジで結構つけづらい。で、次に、パーツの構成上下の方が先だ。まあ、なんとか潜り込ませればよし、いける。逆サイドで気をつけよう。下の部分もつけて、逆の方は気をつけて、最初に下の部分をつけておいて、それから上の濃いグレーのところをつけておく。順番大事。さあ、ぐるっと後ろの方に回って、もう緑の部分が隠れちゃう上の部分つけて、で、ぽっかり空いてるところもカバーで隠す。グリーンところちょっぴり見えてるわ。そして腰の後ろのところすっかりつけるの忘れていた。仕方がないので後ろを分割。簡単に外れる構造でよかった。腰の後ろもちゃんと守っておかないと冷えちゃうからね。外したところは簡単に戻る。で、後ろ横のところも多分この下のラインからちゃんとつけて、その次に上の部分っていう順番。さあ、そしてスカート部分、最後に後ろの先端部分はジオンのマーク入ってんね。ジオンマーク入りのところをグッと装着。で、ちょいちょい外れてるから間のところまでちゃんと噛み合わせる。これでちゃんと一つのスカートとして一体化する感じになりますから。さあ、そしてフィニッシュを飾るのはお顔。まずは後頭部のパーツを接続。これ頭の後ろのところにもなんかハッチがついてるんだよね。頭か胸のところに多分アズナブルさんがいるはず。さあ、そしたらくるっと前面部分、顎のパーツを取り付けて、先にこれ耳のところつけといた方がいいかな。今さら出ましたピンセット、これ左右逆だった。気を取り直して改めて耳パーツ通して、で、先端のところに黄色いやつをかぶせてストップ。逆の方も赤い耳飾り、黄色い耳飾りで蓋をする。あら、彩りが増えておしゃれ。で、彩りが入ったけど、パーツ接続のために一旦これ外して、顔のサイドのグレーのパーツ、サイドをグレーな感じにして、そしたら耳飾りを戻して耳のカバーパーツっぽいものをつける。ほんでクリアパーツを内蔵した頭頂部のパーツをつけて、両方の耳についてるアンテナを取り付ければ、はい、これでリアルグレードのジオングの完成です。いや、今初めて完成の姿を拝んだけど、かっけーねー。やっぱり RG 特有の情報量の密度みたいなのがすごいかっこいいわ。ちなみにこれが僕がかつて作った HG のジオングなんだけど、スケール感は似てるけど、頭部とかボディとか各部がなんかシュッとしましたね。ウエストの方もだいぶ昔に比べてキュッとしたわ。造形的にはこっちの方がアニメには近いんだろうけど、今回のこちらはリアルグレードってことで、各部の造形だったりバランスの方もかなりリアル寄りになっています。バランスで言ったら RG の方がスカートの部分がでっかくなったね。そしてもちろん情報量が圧倒的に違う。そしてくるっとひっくり返してスラスター、この辺も圧倒的に違いすぎる。 HG の方もちゃんと機械造形は入ってるんだけど、 RG の方はメカニカルテイストの密度がまるで違う。色合いとか造形とかも当たり前だけど、すごいリアルになってる。というわけで、昔の HG からだいぶ進化してるのが分かったところで、軽く各部の可動なんかを見ていきましょう。頭部のこの赤く鋭く伸びてるアンテナっぽいところがまたかっこいいな。で、この物合いを覗かせてる隙間のところがクリアパーツになっていて、頭頂部のところも見てわかる通りクリアパーツになっています。で、これがまた面白いギミックで、頭の方を回転させるとぐるっと、頭部の向きに合わせて内側の物合いが連動して動いてくれます。視線を変えるたびに物合いがついてくる。まあ、ただこの辺の物合いの連動の都合かな。頭部の回転に関してはこれが限界。左右に関してはこうやって動きが連動しているんだけど、どうやら物合いの方はこれ頭部の方にも
移動するらしくて、さすがに頭部の方はこの頭の上下の可動で連動はしないんだけど、頭頂部のパーツを外して、でさらにこのむき出しになったど真ん中の部分も結構簡単に外れる。で外して物合いの方、これ縦にねこうググッと動かして、動かした状態でこの内部のパーツを戻さずに蓋をする。まあそうするとこんな風に上方向を見てる感じにもできるっぽいです。でなんかこの辺もあんまり詳しくはないんだけど、ジオングってなんか頭部だけの状態になるのかな。あれかな、よく見るガンダムのラストシューティング、あれが多分頭部だけ撃ち抜かれた状態なのかな。その辺の再現なのか、頭部の方が結構簡単に外れる。接続部分だったり、これ耳んところもなんとなくスラスターなのかな。そういうことで耳んところがなんかちょっとこうやって動くのかもしんない。で頭部の可動はこの首周りのグレーのところも動くんで、ここの部分込みで結構前後に動いてくれます。割と頭部がのけぞってくれるわ。さあそしてメリハリの効いてるボディ部分、ボディのど真ん中のところにもちょっと開けづらいけど、こっちもこっちでなんかハッチがついてる。最初はこっから乗って頭部に移動するみたいな。まあでも開くからにはなんか絶対意味があるんだろうね。そして胸の下についてるグレーなやつ、これもスラスターなのかな。ここのところはさっきも見せたように胴体をのけぞらせるとグッ連動してここのパーツが浮き上がってくれる。そして腰の可動もなかなかのけぞってくれね。で逆にちょっと後ろから見て、この状態でうつむくとグッと後ろの方も可動に連動して起き上がってくれます。やっぱりこういう連動ギミックってワクワクするね。まあただこれ連動の方は起き上がる時だけで、元に戻した時は特に連動がないんで、腰の位置を戻したら自分でここら辺も閉じる。ボディの方は前後には傾くんだけど、横の方にあんまり腰は回せないね。割とここのところがギッチギチになってるからあんまり動かせないわ。あとボールジョイントじゃないんで特になんか傾けるとかもできない。さあそして腕の方、肩アーマーのこのとんがってる先端のところがちょっと動きます。アーマー自体もこうやってグッと動かせる。で腕の方はまっすぐ上げるとグッと、いいね、特に問題なく水平まで上がります。であとは肩自体が前後だったり結構幅広いな。上下にもだいぶ動く。で肩と二の腕の間にはロールの可動、そしてごっつい腕がついてる肘の可動がぐんぐんと、見た目の割に90度ちょっと超えるぐらいまで動いてくれます。そしてこれ肘の可動に連動してこの後ろのところも一緒に動いてくれる。こういう細かいところまで動いてくれるの楽しいね。そしてなかなかご立派な腕、腕の方は引っ張るとグッとちょっと伸びる。でこれ伸ばすとここのところに隙間ができるんで、付属してるこういう支柱の先端のパーツを取り付けることができます。これで支柱が取り付けられるんで、さらに腕を外して、外した腕のところにこういう接続の穴が開いてるんで、ここのところに付属していた黒いなんかワイヤーみたいなものを差し込んで、でさらにその腕の先の方、長すぎたかなこの先端のところと外した腕の方を接続することができるんで、この腕の下についてる支柱のパーツを台座のところに接続すれば、分離した腕がワイヤーとつながって浮遊してる状態が再現できます。やっぱりこれワイヤー部分長すぎたかな。まあでもこのワイヤーの方も中身が針金っぽくなっているんで、ある程度こうやって形を歪ませることもできます。これ外した手首の黄色い後ろのところがなんかスラスターっぽくなっているんで、多分この辺で腕を操作したりできるんだろうね。そしてこれジオングの手の指の方はそれぞれがちゃんと動かせるようになっています。関節の一個一個が結構細かく曲がるんで、指の形をピースって感じにもできます。指のパーツがこうやって動かせるのはポーズにもニュアンスがつけやすくていいね。さあそして飾りの足がついていない下半身部分、今はこうやって一つのスカートって感じでまとまってはいるんだけど、割とパーツが分割されてるんで、前面部分がこうずらすと結構ガパッと大幅に動かせる。さらにサイドの方もちょっとしたロックを外してこうグリグリと動かせばブワッと結構広がる。で斜め後ろのところも接続を外して、こっちも大幅に動く。で一番後ろのところはこうやって上下に可動、スカート部分を全部開くとなかなかの騒ぎになるね。でさらに側後のたくさんスラスターがついているところ、今はちょっと紹介しやすいようにこのスタンドっぽいのをつけていたけど、この辺のスタンドを一通り外しちゃって、この先端の濃いグリーンところがロック機構になっていて、見えづらいかもしれないけど、ここのロックをちょっと浮かせて、でここのパーツを後ろの方にスライドさせるとグッと前についているでっかいスラスターがスライドに合わせてこうやって動いてくれます。このなんかまとめて一緒に動くっていう感じがいいね。スラスターはスラスターでこういう軸可動があったり、あとこんな風に外側に角度なんかもつけることはできるんだけど、これ真ん中のところで左右が分割されてるんで、片方だけこうやって前後に可動させることも可能。足が飾りとは言われてるんだけど、なんかここの一番でっかいところが、よいしょ、
こうやって取り外すとなんか足がつけられそうに見えないですか、ここ。だからもしかしたらそのうちパーフェクトな感じのジオングになったりするんじゃないかな。ちなみに僕はあの MG のパーフェクトガンダムを昔組んだことがあります。まあ、もしかしたら RG のジオングがパーフェクトになるってこともあるのかもしれない。この辺見るとなんとなくそんな気がするんですよね。でそれ以外のスラスターは同じサイズで左右に傾けて、まあそれぞれ個別に動かすことができます。はい、というわけで RG のジオングの造形と可動とギミックは以上なんで、最後にいろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。ちょっと今更だけど背景のグレーがだいぶ馴染んでいたんで、周りに全然星がないけど真っ暗な宇宙空間っぽくして、浮遊した状態で腕を広げてなんか支配者みたいなポーズ。手がでっかいからこうやって腕を広げるとなかなか迫力が出ますね。お次は腕をこちらに向けて、なんだろう、掌握みたいなポーズ。やっぱり手がでっけえからこうやって近づけると遠近感が出ていいね。今回僕はこれ通常のやつ買ったんだけど、穴が開いてるように指先からもなんかビーム出せるんだっけ。もう一つのバージョンにはなんかそんなビームエフェクトがついていたような気がする。お次は多分実際には絶対やらないけど左腕がうずいてるっていうポーズ。肩の可動も優秀だし、指もこんな風に柔軟に動いてくれるから、こういうポーズも結構取りやすいね。指の可動が柔軟なんで手でハートマークを作ることも可能。今更だけど大丈夫かなこの動画。ガンダムファンバチギレしていないだろうな。肩と指の可動域を生かしてカメハメハのためのポーズもできる。さあお次はワイヤーつけて腕を飛ばしてるポーズ。ワイヤーの方はまあ曲げればちょうどいいかな。僕こういうパーツあんまりもったいなくて切れないんだよな。さあお次は前かがみで飛んだ状態で両腕を飛ばしてるポーズ。やっぱりこのワイヤーありきだとこの手飛ばすのなかなか難しいね。バランスというかワイヤーの位置によってはこうなんか反発する感じがあるからなかなか難しいけど、やっぱりこの指の形を作れるっていうのはでかいね。お次はスラスターをだいぶ前に出してるポーズ。さっきまでこれ台座のアームの方はここのところに接続していたんだけど、こうやってスラスターが前面に出てる時は後ろで接続することもできます。カバーのところが台座の接続になってるんですね。そしてやっぱりスカート部分まとまった状態もいいけど、展開した時もかっこいいね。そしてめちゃくちゃ前傾姿勢でスカートを展開してるとものすごいスピードで飛んでるように見える。手を後ろの方に広げるとよりスピード感が出ますね。後ろから見てもこれはめちゃくちゃ速そう。はい、ちょっとワイヤーが見にくいから元の背景に戻して、なんやかんやでワイヤーの方ちょっと短めに切ってみたんだけど、これはこれで短いと腕が固定しやすいっていうメリットがありますね。バランスにもよるんだけど、ワイヤーが短いとへたりにくいんで、特に台座とかアームを必要としないっていうのがいいね。ちょっと短くするのおすすめ。はい、というわけで今回は僕の動画では結構珍しいガンプラ紹介、リアルグレードの MSN02 ジオングの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。ジオング自体はこれ HG で作ったことはあったんだけど、 HG の方もいいんだけど、やっぱり RG はなんかいろいろが別次元ですね。プロポーションだったり造形もめちゃくちゃリアル。まあそれだけに作ったりシールを貼ったりっていう作る時間はかかったけど、やっぱりこういうプラモデル作るのは楽しいね。可動の方も優秀だし、腕を浮かせるためのこういうワイヤーだったり台座があったり、アニメの方は全然詳しくなくて申し訳ないけど、いろんなシーンだったりギミックを再現できるパーツも入っていたんで、この一箱だけでも結構プレイバリューが高いんじゃないですかね。そしてまあまだできるか分かんない予告なんだけど、一応ガンプラ関係の動画ジオング以外にももう一個用意してあって、まあもしかしたらこれをどうにかするっていう動画も出すかもしれないんで、出た時はよろしかったらこちらもご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。